嫌われるほどもう魚好き。もう魚をね、骨しか残さないですよ、僕は。難しいんですよ、これ。サンマはね、一番簡単ですよ、これは。ネコマンマ別に。ほかで焼くときは、これ、半分切った方がいいですね。半分に切るの。さすが魚好きなのは、詳しいですけどね。ちょっといただいてみましょうね。どうぞどうぞ。これおしんことご飯があると最高ですね。最高ですね。はい、ということで、今日は澤田さん新曲を歌っていただきますね。それじゃあ、どんな曲なんですか。そうですね、秋らしいしっとりした部分と、まあ、ポップなところとなんかちょっと新旧また緩急取り混ぜた生徒動画なんかもこう混ざった、ね、そうですね。今回は、はい、あのメンバーの、はい、あのキーボードの西浦明が、はい、あの作曲してくれました、ね。はい、衣装の方もなんか今回はアイディアいろいろこう、ね、3つぐらい用意してて、今日はあの革の上下で、ちょっと古い、はい、なんていうんでしょうね、あれね、なんかすごい評判いいやつですよね。今年なんかすごい流行してる、流行るとかっていう、はい、さっき聞いてきた気がしてあの澤田さんの場合はね、いつもこう、はい、なんていうのかな、お話ししてる時のすごく気さくな澤田さんと、でなんかあの歌を歌ってる時のもう一人なんかこうすごくねスタッっていう感じでなんかこう輝いてる澤田さんがね、二人の澤田さんがいるような気がするんですよね。じゃあ今日はあのもう一人の澤田さんに。